当該データベースは正常に更新されました。主な変更点。実験記録の追加。実験中の SCP-747JP。アイテム番号。SCP-747JP。オブジェクトクラス。セーフ。特別収容プロトコル。SCP-747JP 実態は標準収容ロッカーに、個別に緩衝材で梱包された状態で収容されます。説明。SCP-747JP は鶏、ガルスガルスドメスティクスの無精卵であり、腐敗しません。現在、81個が収容されています。SCP-747JP と十分な量の液体を同じ容器に入れて加熱し、液体の温度が80度付近になった時に異常性が発現します。SCP-747JP と液体、容器は位置関係が完全に固定され、別個での移動が不可能になります。また液体は加熱がなくとも温度を保ち続け、蒸発によって減少しません。およそ8分29秒後にこの固定状態と温度の維持は解除され、SCP-747JP は消失します。実験記録は省略されました。詳細なデータの要求は SCP-747JP 研究チームまでお問い合わせください。不明な経路でファイルの更新が行われました。14年目。完璧には程遠いが、このメッセージぐらいは後に残せるはずだ。少しずつ積み重ねよう。どうやら私たちは数えきれないほど卵を茹でてるらしい。もうまともなデータベースはここにしか残っていない。私たちは失敗した。何もかもが狂ってる。収容違反に次ぐ収容違反、私の知らなかったオブジェクトによるあらゆる私の知らない変化を世界は経験している。でも、記録する限り32年間、卵はずっと茹でられ続けてる。不完全とはいえかなりの記録が残っているところを見ると、どうやらかなり精度が悪いらしい。問題はいつ戻されるかわからないことだ。時間素行に関する技術はあまりにも進歩が遅く、大半のファイルは壊滅的な被害を受けてしまう。卵は変わらずに茹でられている。18年目、元日。まだ成果は上がっていない。俺たちがこの卵を中心に踊らされてるってことはほとんど確定的になった。このメッセージは信じ難い。本当に信じ難いし、できればコケ脅しであって欲しかった。すべての調査結果はただ私たちがひたすら卵を茹でてるってことを示している。世界オカルト連合との協力体制が確立されて7ヶ月目、時間素行が確信されてから実に5年半です。成果はありません。技術力の向上は目覚ましいものを見せていますが、それ以上にこの卵は強烈なものを持っています。我々は多くのものを犠牲にし、規模を大きく縮小しました。卵は依然として茹でられ続けます。6年と4ヶ月。なぜこんなオブジェクトに対する21回目の実験が認可されたんだ？我々はいつからこの卵を茹でているんだ？この卵はどこから来たんだ？さっぱりだ。なぜか気づかなかった疑問が今になって山ほど発掘されてきた？そしてその全部が、このふざけたメッセージたちの正当性を証明している。受信時にはもう手遅れだっていうのに。卵はまだ茹で上がらない。加熱開始から37年目。この卵を除いて、明らかに世界は変容しつつある。今までになく急速に、卵は茹でられる。システムによる自動保存。変化なし。8409-000H 加熱状態は継続しています。当アラートはファンデーション、APA プロテクトによって最優先に保護されています。こちらは67年目です。ようやく対時間素行用の情報保護に成功しました。おそらくほとんど完全な状態でこのファイルは受け継がれ続けるでしょう。でも、この技術の全てを伝えるにはあまりにも許容されるデータ量が少なすぎます。いつ全てが無にキスかわかりません。あの卵が見えているうちに、私は最低限の内容を記述してこれを保存しなくてはなりません。SCP-747JP の実験を開始すると同時に同一の署名、ID を保有した大量の不完全なファイルが押し寄せていると思いますが、それらの内容は全てが事実です。
判決に述べれば、SCP-747-JP は観測宇宙全域に影響する、様々な機関のタイムループを形成すると考えられています。できる限りの痕跡を追った結果、タイムループの期間は数分から数十年にまで及ぶことが分かっています。SCP-747-JP の固定状態が解除された時に時間素行は引き起こされ、加熱開始時点に戻るのでしょう。あなたが受け取った破損したファイルのタイムスタンプを見てみればわかるように、その期間は全くランダムであるように見えます。このタイムループは、今まで我々が観測し、収容したどんなタイムループより雑で、強引で、強力です。SCP-747-JP の引き起こす大規模な時間素行は少なからず規定宇宙の現実性や因果率に悪影響を及ぼし、これまでのループでは XK、クラス世界終焉シナリオ、CK、クラス再構築シナリオ、さらには GK、クラス現実不全シナリオさえも確認されました。少なくとも以前の実験までは8分29秒経過すれば状態は解除され、何の問題もありませんでした。もしそちらでは何事もなく実験が終了したのなら、あなたたちは、本当にわずかな可能性ですが、成功したのでしょう。つまり、今まで確認されてきた8分29秒というオブジェクト活性化までの加熱時間、SCP-747-JP の起源が不明であること。多数の過去改変と時間素行の形跡から我々が仮定したのは、不明なエラー、データが存在しません。新規テキストファイル1件、送信者の署名がありません。いつもありがとう。このぐらいの半熟が好きなんだけど、茹で時間はよくわからないし、卵は見張っとかなきゃいけないし、またお願いするよ。じゃ。